ごちゃごちゃうるせえんだよ、混乱させやがってさっきから。ん？私のことか。空城ジョリーンは刑務所で鍛えられている。お前への攻撃が失敗する場合のことを予測していた。このために飛行機の外へ出たんだ。彼女は警官を待っていた。警官が無線で連絡しながら来ることをな。仲間に連絡されるぞ。あの無線は周波数によっては携帯電話にも通じる。うるせえぞ、まったくよ。俺は負けてるか。え、神父さんよ、俺は今勝ってんだろうがよ。あれが空城ジョリーンだ。ああやって自分の道を切り開いてくる。さて、それでお前にちゃんとやり遂げられるか、ベルサス。うるせえ、偉そうに。よが失敗する場合のことを予測していた。